動画の視聴ありがとうございますこちらでは卓越ターゲット攻略講座こちらのテキストがどういったものでどういう講義をしていくのかというのを説明していこうと思いますこちらの卓越ターゲット攻略講座のテキストは見開きでワンセットになっています具体的に言うと左側が問題で右側がその問題に対応する表という形になっています講義ではまず時間を取って皆さんに問題を解いてもらいます左側 まずはじゃあこの左側1番から12番問題をやってみてくださいどうぞという形でまず皆さんに演習を促しますでその後、演習を促した後、今度は右のページの方で説明していきますこれを説明しながらだからこの結論が×になるんだじゃあ左の問題の7番もう一回検討してみてこういう形で一旦解いたものを右の表で確認しながらまたもう一回確認する そういったことを交互交互にやっていきます。ちょっと中身の方をもうちょっと細かく見たいと思います。こちらが先ほど見たページの左側の問題の方になります。こちらの問題どういう問題を入れているのかと言いますと、過去問でこの過去問の中でもこれはやっといてほしいという問題を私が 一足一足厳選して入れています保管所に誰かにやってもらっているではなく自分が全足確認して入れています弾いたものとしてはまあこれは没問だろうとかもうこれは二度と出ないかなり細かすぎるといったものは省いていますはい、そして中にはこういうものを入れています このオリジナルというのは当連問題使用書試験の当連問題から引っ張ってきているこれは今後出る可能性があるぞと,といったものは入れていますまた、まあ、民法に限るんですが使用試験の問題なども入れてできるだけ多くの演習ができるようにしています。そして、 右側の表、こちらなんですが、ところどころに星印がついています。これは何かというと、左側の問題番号とリンクさせているんです。ちょっとこちらですが、この方で一番二番と書いてます。一番二番とリンクさせています。 つまりイメージで言うとこの1番や2番で間違えた場合は1番2番の部分を表で探すあ自分この知識が入ってないんだなっていうのを確認するはい解いてもらって入ってない知識を確認するそれができるように全ての足について星番号を入れて <laughs> こちらの左側の表と右側の知識が リンクが取れるようにしていますなんで、えー、やり方としてはまず始めのうちはね左側を解いて間違ったものは右を見るというやり方がいいですただ物によっては知識ここは自分薄いんだ自分ここもと,もと弱いんだとっていうんであればまず右の方を確認した上で左側を解くというやり方もありでしょう 講義ですべ、まあ、てのページのすべての問題は触れられませんが、えー、適度に演習を入れて説明をするということをやっていきます復習では進んだページまで進んだページまでこの左側をひたすら解いてくださいで左側をひたすら解いてで間違えたものがあれば間違えた部分についてここをまだ覚えてないぞここができてないぞ というふうに色をつけていてくださいそうすると二周目三周目になるとね二周目三周目になると例えばこれパッと見たときにあ、自分こことここを覚えてないんだなよしじゃあもう一回これインプットし直そうとでその上で左側のページを見て確認するということも可能になってきますこの左側の問題は相当私厳選して入れています 6月になるまでは、えー、問題はこの左側の問題だけ解いておけば十分です6月来ぎましたら過去問,の、えー、過去問ね一旦一通りやってほしいという指示をしますがそこまではぜひこの左側の問題をひたすら解くこれは解けるようになるまで何度も何度もやっていってくださいこちらが私が担当する「卓越下げと攻略講座」こちらのテキストとその使い方になりますぜひ、えー、本校 もしくは PDF データで実物を見てやってくださいこちらの動画の方は以上です最後までご視聴ありがとうございました